自らの小ささを知るからこそ、あがくのだ。人間には、十分な休養が必要だ。体調を崩しているときは、体や心が休みを欲しているサインだと思え。森は我が領分。さあ、狩りに赴こうぞ。王よ、メドゥーサの首は、このペルセウスが必ずや討ち取って参りましょう。私専用のレッスン、ということか。面白い。スパイにとって頼れるのは、自分の頭と体だけ。体作りはスパイの基本よ。ようよう行くは邪道なり、歌い詰ませてみせようぞ。気が狂うほどの美声に酔いしれたいか。勝つことよりも負けない意志を持ってこの道を行きましょう。糸に思いを込め紡ぐの。会えない時間を埋めるように。どこまでも高みを目指す。それがエーデル。クリスティーヌ以外何人たりともこの舞台で歌うことを禁じる。楽しい笛の調べで夢見心地にしてあげよう。結構役立ちそうだね。日々の訓練も本番だと思って臨むこと。それが成長につながるからな。さあ、吸血鬼を探しましょう。玉磨かざれば光なし、かな。問題ないよ。どんどん行っちゃおう。